クルエラを見たよ。もうね、これだよこれ。あのヴィランのねスピンオフ作品といえばこういうのであってこそだろ。悪女対悪女、もうイリーガルなね戦いをしまくるという、もうなんだろうね、こうっていうかもうね、なんつうかクルエラはねかなりね、あのディズニーヴィランとしてはね、あのインパクトが強い悪役なんだけどさ、まあそれにね見合ったあの悪役と悪役を用意したなと思って、あの映画に始まって割とすぐの時にさ、あの101匹ワンちゃんのね、あのもうアイコンとも言えるねダルメシアンがね凶悪な顔してねクルエラの母親を殺すとこがもうね引き込まれるよ、そういう始まりをされると。いやいいねこれ、本当にいい作品だと思うクルエラ。もうなんだろうね、まあぶっちゃけなんかあのプラダを着た悪魔に微妙に似てなくもないんだけど、まあそれはしょうがないよね、あのファッションデザイナーでさ、あのいわゆるベテランのおばちゃん対あの若き才能のクルエラみたいな、そういうそういうやつなら、あのまあちょっと雰囲気は似通うことはあるよなっていうところは、まあ、あるんだけどさ、まあ、でもそれにしてもなんだろうね、あの向こうと違ってこっちはマジで殺しにかかってくるからいやいい、これはねもうなんつうか見たかった、こういうのが好みなんだなっていう、あのしかも音響もいいんだよな、あの音の使い方もだってね、なんだろうね、あのフォーレスとジャスパー、お前らそんな昔からの知り合いだったのかよみたいなところも驚くし、まあ、ただね、あの一つね、アニータね、俺ね、え、アニータってあれだよなって、あの妻だよなみたいな、101匹ワンちゃんの妻の方だよなって、え、アニータで合ってるよなみたいな、もうね混乱したよ、だって黒人になってんだもん、俺はもうなんか自分の記憶がちょっと自信なくしてましょう。アニータって多分あれだよなみたいな、だって子供の頃からなんかちょっとなんか付き合いあるみたいななんか話してたしって仲良さげだし、アニータ多分だよねみたいな、もうちょっとねもう本当に自信がなくなってしまった、だって人種が違うんだもんまあいっか、アニータならまあいっかって感じか。あでもね、うん、ほんとね、これね、クルエラもいいしね、あの、悪役、まあ、バロネス。こいつもね、ほんとにいい悪党だから、だから、いい悪党といい悪党の戦いがね、面白くないはずがないんで、もうこれはもうかなり、俺は、楽しく見られたわ。いい、もう、あの映画はちょっと見習え、これよ、この悪党と悪党の戦いを、ちょっとなんかこういい人ぶってんじゃねえぞって、ちょっとまだいい映画を見てしまったからね、なんか怒りがちょっと別方向に行ってしまった。いや本当にねこれは素晴らしい。